こんにちは、農活生態先導の松浦です。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今回の話は、甘酒がシルスから世界を救うかもしれないという話をしたいと思います。はい、なぜ甘酒がですね、甘酒にそういう可能性が秘められているかというと、甘酒に含まれるこちらの物質がですね、鍵を握っています。こちら何かというと、5アラですね。5アラ、正式名称を5アミノレブリン酸というふうに言います。こちらの5アラはですね、私たちの体はもちろんなんですけれども、全ての生物、動植物の体にあって、30数億年前の地球誕生の時からですね、あるものなので、生命の根源物質というふうにも言われています。こちらの内容はですね、長崎大学の研究チームによる発表なんですけれども、その内容がですね、サイエンスダイレクトかな、っていうですね、国際誌にも掲載されています。ではなぜこの5アラがですね、新型コロナウイルスに影響を与えるということが分かったのかというと、もともとですね、こちらの長崎大学の研究チームはですね、マラリアの研究をしてたんですね。でこのマラリアに対して、この5アラが有効であるということが分かってきたんですけれども、そのマラリアの持つ病原体の遺伝子構造と、こちらのウイルスの遺伝子構造、これにですね、同じものがあるというのが分かったんですね。それで今回の発表に至ったということになります。はい、ではどのようにしてこの5アラがこのウイルスに対して影響を与えるかということになるんですが、主にね、それは2つあります。1つ目はですね、まずこのウイルスがありますね。ウイルスがあって、このスパイクと呼ばれるタンパク質状の突起があります。はい、でこれがですね、我々の細胞にある、細胞の表面にあるですね、ACE2受容体と呼ばれる部分があります。この部分にですね、この突起が結合して、感染していくというのがね、通常の流れになるんですけれども、この5アラによって出された産物ですね、5アラの産物がですね、ここの結合ですね、この結合を阻害するということが言います。そうするとですね、このウイルスが細胞の中に入っていけないので、感染を防ぐという作用が起きます。はい、であと2つ目がですね、ここで、細胞のこの表面の部分でですね、この結合を防げればいいんですけれども、ウイルスが中に入っちゃった場合ですね、これが入っちゃった場合、それがこちら緑、細胞の中の様子ですね、ウイルスが入りました。この時はこのスパイクっていうのはね、もうなくなってて、この中の遺伝子情報がですね、増殖をしていくわけなんですけれども、その時にこのウイルス自体から放出される特殊なタンパク質があります。それがこの G4 構造と呼ばれる、 G4 と呼ばれる遺伝子構造ですね。遺伝子構造、さっきマラリアで話した遺伝子構造、共通点がありますって言った、それがこの部分だそうです。これが G4、 はい、そのタンパク質がこの G4 に付着して、この増殖という現象が起きるんですけれども、この時もですね、この5アラからできる物質がですね、この結合を阻害してくれるということがあります。そうすると中でウイルスが増殖できないんですね。なので、この細胞の表面ではですね、感染自体を防いでくれる。で、中に入っちゃったものは、この細胞内で起こるこの増殖をですね、防いでくれるという効果があります。はい、ここまではですね、この5アラによって、この感染自体を防ぐ、または、ウイルスの増殖を防ぐっていう話をしたんですけれども、すで、にね、感染しちゃった人、こういう場合にもこの5アラは有効というふうにされています。こちら何が有効かというとですね、この5アラの産物であるヘムと呼ばれる物質がですね、こちらが人間の体の中で起きている、サイトカインストーム、免疫暴走ですね、こちらの免疫暴走を抑制してくれるという効果があります。そうなると、つまり、重症化を防いでくれるという効果もですね、期待できるということが言えます。さらにこちらの5アラはですね、人間の代謝を上げてくれます。そうなると、人間の治癒力そのものであったりとか、後遺症の改善ですね、こちらにも効果が期待できるということが言えます。ここまでですね、この5アラの
に対する、ね、有効性についてお話ししてきたんですけれども、そもそもの話をすると、この5アラ自体は我々の生命活動に必要なものですし、我々の体の中で作られるものなんですね、はい。ただですね、体の中で作られはするんですけれども、17歳から18歳をピークにしてですね、悲しいことにだんだんその生産力が落ちてくるんですね、はい。その点からすると、若い方の感染者数であったりとか重症者数ですね、こちらがね、年配の人と比べて少ないのは、ひょっとしたらこの5アラが、関係しているのかもしれないですよね。ここまでの話で、この5アラの、ね、有効性を話してきたんですけれども、タイトルに戻ると、この5アラ最も、ね、多く含まれているのが甘酒というふうにされているんですけれども、甘酒の他にもですね、黒酢であったりとか、あと赤ワイン、日本酒、納豆や緑黄色野菜ですね、こういったものにもこの5アラが多く含まれています。なので、そういった食品をですね、毎日摂るのが有効であるということが言えるんですけれども、ただですね、1日の理想とするこの5アラの、ね、摂取目安があります。それが確か 600mg だったと思うんですが、それに対してですね、この甘酒であったりとか納豆、こちらだけで、ね、補うとしたら、甘酒もですね、もう1日に何十リットルとかね、飲まないといけないし、納豆もね、何百パックだか何千パックだか食べないといけないという計算になるそうです。そうなるとですね、サプリメント等で補うしかなくなるんですけれども、個人的に言うとですね、その理想の摂取量、どこでどういうふうに決まったのか分かりませんけれども、原点に帰ると、昔ながらの日本食、私たちのご先祖様がですね、食べてきた日本食、これをですね、規則正しい習慣、生活習慣の中で、食べていくということがですね、重要なんじゃないかと思っています。今回はですね、この5アラだけの話をしていますけれども、感染が始まってからいろんな、ね、栄養とか食べ物がいいよという話が、ね、だいぶ耳に入ってきたと思います。はい。中には、ね、すごい怪しいものもありますけれども、やはりですね、そこに耳を傾けると、私たちの日本食の中に、ね、多く含まれるものが、たくさんあるんですね、はい。なので、まだ、ね、解明されていないもの、科学的に分かっていないものも、ね、たくさんあると思います。はい。なので原点はですね、この5アラに限らず、私たちの、ね、日本食をもう一度見直してみるということが大事なんじゃないかと個人的に思っています。はい。動画の方は以上になるんですが、念のために言っておくとですね、当院で甘酒とかね、黒酢を販売しているわけではありませんので、一応お伝えしておきます。はい。あとですね、今回5アラの有効性をお伝えしたんですが、これはですね、もう長崎大学の研究チームの発表であったりとか、あとですね、他のお医者さんが喋っていることも参考にさせてもらいました。はい。なので、もうこれがあればですね、いらないとか、そういうことを言ってるわけじゃありませんので、ご理解いただければと思います。はい。では動画は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。